ラブラドゥードルラブラドゥードルは、プードルとラブラドールレトリーバー、アメリカンコッカースパニエル、イングリッシュコッカースパニエルの4犬種の後輩から作られた犬種。愛称はドゥードル。動物アレルギーを持つ人々の介助犬になることを最初の目的としてオーストラリアで作出された。現在のところ、国際畜犬連盟等による公認は受けておらず、 同種内の異なる品種間による交雑によって生まれる雑種と位置づけられる。正式名称はオーストラリアンラブラドゥードルが設立され、2004年には単なるラブラドールレトリーバーとプードルだけの雑種ではなく、アイリッシュウォータースパニエル、カーリー・コーテッド・レトリーバー、アメリカンコッカースパニエル、イングリッシュコッカースパニエルを交配した犬種として、オーストラリアンラブラドゥードルが同協会によって、 正式に認定された。オーストラリアンラブラドゥードルとラブラドゥードルは厳密には異なる犬種であるが同一視されることが多い。一方、オーストラリアンラブラドゥードル協会はその保護と育成を進めながら国際畜犬連盟の公認を受けることを目指している。オーストラリアンラブラドゥードル協会の2009年改定版のグレーディングスキームでは後輩に使用する先祖犬として ラブラドール・レトリーバー、プードル、アメリカン・コッカースパニエル、イングリッシュ・コッカースパニエルの4犬種が示されている。また同スキームの規定する純血のオーストラリアン、ラブラドゥードルの作出するプロセスによると、ラブラドール・レトリーバーとプードルの2犬種のみの血統を、持つものをラブラドゥードル・オリジンと呼ぶ。LO は、コッカースパニエルの血統が加えられることにより、オーストラリアン・ラブラドゥードル・ファウンデーションに、 昇格することができる。LO 同士、アルフ同士の後輩で世代を進めることができ、その進度は数字で示され、LO3、アルフ2のように表記される。LO 同士の後輩の場合、世代が大きい方の数字が一つ進み、アルフの場合、世代が小さい方の数字が一つ進む。アメリカンケネルクラブの基準に順次、純血のオーストラリアンラブラドゥードルは、アルフ4以上とされている。 ラブラドゥードルは2009年にアメリカ合衆国大統領に就任したバラク・オバマが犬アレルギーの娘に配慮してポーチュギーズ・ウォーター・ドッグと共にファースト・ドッグの候補にしたことから注目を集めた。またラブラドゥードルの作出は後に抜け毛の少なさが特徴であるシュヌードルやコッカー・プーといったプードルハイブリッドのブームを起こすきっかけとなった。ラブラドゥードルの最大の特徴は ラブラドールレトリーバーの盲導犬や刺激犬としての聡明で従順な性格とプードルの抜け毛の少なさという身体的特徴を合わせ持つことである。ただし、誕生する犬すべてに必ず抜け毛が少ない性質が受け継がれるわけではなく、抜け毛が少ない個体から得られる子が親と同じ性質を備える保証もない。大きさは小さいものではコッカースパニエル程度で大きいものでは スタンダードプードルほどになる。オーストラリアンラブラドゥードル協会では、オーストラリアンラブラドゥードルの研修標準を作成しており、大きさは、スタンダード、ミディアムの4段階に分けられる。毛色には、ブラック、シルバー、クリーム、ゴールド、アプリコット、レッド、カフェ、ブラウンなどがある。毛質は、通常短くカールした棒状だが、ウェーブ、またはカールした、 長い毛の場合もある。オーストラリアンラブラドゥードルでは、単色の毛色では、チョーク、クリーム、ゴールド、キャラメル、レッド、ブラック、シルバー、ブルー、チョコレート、カフェ、ラベンダー、パーチメントと、バリエーションが豊富である。体全体の50%以上が白で、頭や背中などに模様があるパーティー、色の組み合わせと構成比率は問わず、両目の上、マズルの横、 喉と顎と胸、足の先端、尾の付け根に模様があるファントム、体全体の50%未満が白のアブストラクトといった模様や、毛先に黒が混じるセーブル、虎島模様のようなブリンドル、これらのパターンに当てはまらない、マルチパターンも認められている。通常は非常に賢く、社交的、コミカルで嬉しそうで、エネルギッシュであり、人に扱われている時には穏やかで静かである。 機嫌よく、フレンドリーに人に接し、集中力があり訓練しやすい。人の感情やニーズへの洞察力がある。まつげが長く伸びる犬種。ありがとうございます。